1回目の時にねちょっともうここがずれちゃったんですよ。両手でねやっててももしねこうずれるのが気になるんだったらちょっとのりでくっつけておくのも手だと思いますね私はあのこのまま挟んだだけでいきなりやったので中でずれました。そう、ちょっと止めてから ね、ラデントする一番あののりもでもそのちょっとくっつけるだけでいいんだけどのりたくさんやっちゃうとそれがあのなんていうのかなその水分が失敗につながるんでそれもちょっと難しいんですけどね水蒸気になってね出てきちゃうはい。 そしたらねあとはさみでこの形通り切るだけです。まあ1枚2枚3枚4枚5枚6枚は成功してこれとこれがちょっとくっついてしまったのでこれはちょっとまあねこっちはちょっと死んじゃうけどこっちは生きると思います。で切ってみたいと思います。